真実の10メートル手前は、米沢実のによる日本の推理小説短編集、ユリーカ・ミステリーズなどでの掲載を経て、東京草原社より2015年12月25日、刊行。2016年の週刊文春ミステリーベスト10国内部門2位。2017年のミステリーが読みたい。国内編1位。このミステリーがすごい。 国内編3位に選出された2016年第155回直木賞候補作。本作品集はさよなら妖精に登場した立ち洗い町を主人公とするベルルーフシリーズの一つでオートサーカスと同じく報道のあり方をテーマとした作品集である。表題作の短編真実の10メートル手前は立ち洗いが新聞記者時代の作品で当初 王とサーカスの前日談として、同作の第一章とする予定であったが、書き上げた作品が第一章というよりも一つの短編であったことから、表題作を王とサーカスから切り離すことにした。その結果、表題作を、それまでに立ち洗いを、主人公として描かれた短編作品と組み合わせて刊行されることとなった。表題作以外の5作品は、 作品中の時系列ではいずれもオートサーカス以後の設定でフリーの記者としての立ち洗いの活躍が描かれている。最初に発表された作品はユリーカに発表された失礼、お見苦しいところをを解題した正義感だがこの時点では立ち洗いを主人公としたシリーズ短編の執筆の予定はなかった。転機となったのは 2010年2月に刊行された、ガマガイルソー氏事件2のために執筆した、ナイフを失われた思い出の中に、で、立ち洗いの記者としての覚悟を問う作品であり、作者は、シリーズ全体のトーンを定めたと思うと述べている。なお、さよなら妖精との関連では、正義感には立ち洗いを、先導と呼ぶ、高校時代の友人、ナイフを失われた思い出の中にには、マーヤの兄が登場する。 ABCD 草原推理文庫、真実の10メートル手前観光本番跡がき参照。草原推理文庫、真実の10メートル手前巻末の宇田川拓也による解説参照。ありがとうございます。